ぬらりざわ、ざわざわすぎて、ぬらりざわ。貴様の心を強制召喚、どうもぬらりざわです。パブリックイメージを再入店、どうもカギツです。今回は、ラスネコ様主催の大会に参加させていただいたので、その一つ目の課題曲、カラミティフォーチュン、をやっていきます。もうダメだ、おしまいだ。今のお気持ちは、やらかしマウンテンの頂上に到達した時のような感覚ですね。確かに富士山とはまた違った快感ですよね。今回は大会でもちろん高得点が必要なので、公式マイバチの山吹を使っていきます。グリップ30にしました。グリップ血まみれじゃね。これは公式マイバチ赤を使った後にこのバチを握ったので、そう言えるだけですね。特に事件性はありません。てにかこの曲クルコンしてなかったよな。うん、そうだよ。希望の気の字もねえじゃねえか。本当にごめんな、チャイルドシールド。チャイルドシートだろ、何子供用の防具作ってんだよ。そんなことより公式マイバチの使いやすさがエグいんですよ。公式マイバチ3種類あればもう大体の曲は程度取れるんですよね。確かに今日の撮影ではずっと公式マイバチ使ってたな。特に山吹は連打がよく入ります。結構柔らかい反発なので若干低ヒバ感がありました。癖のあるような木材でないのでかなり馴染みやすいと思います。他の公式マイバチの解説は次の実況でします。そろそろ実況に戻りますか。もともとしてないだろ。確かに。じゃあ実況動画じゃなくね。そうなっちゃいます。ここ最高に楽しい。公式マイバチ3種類あればもう大体の曲は程度取れるんですよね。大体の曲は程度取れるんですよね。使う人によります。そうなっちゃいます。そういえばここの複合4ヶ月かナンバブランド花月前まで体力なさすぎていつもミスってた。ナンバブランド花月いいよね。え、待って、普通に追いつくんだか。連打も入るしシングルもしやすいって神かよ。まさかの余裕で通過しちゃった。今回思ってたよりも程度いいんじゃないかと思うじゃん。実は俺も調子良すぎて焦ってる。お前ほとんどの実況動画で緊張してんじゃねえか。ただの陰キャじゃねえか。うふん、僕は陰キャじゃない。てな風に陰キャに陰キャってミート爆発するから気をつけてね。なんだこいつめんどくせえな。この辺りの譜面マジで楽しい。特にこことか。今思ったけど結構曲長いな。まさか話の内容がなくなったとか言わないよな。うん、そうだよ。まさかの図星。もう図星通り越しで梅干し。誰が男梅だよ。誰もそんなこと言ってねえ。男梅じゃねえかよ。食ってみな、飛ぶぞ。頼むからこの顔で喋らないでくれ。ウィンウィン、わーがひどいこと言ってきた。気持ち悪いから泣くな。いろいろ言ってるうちに曲も終わりです。最後のドンラッシュで多重起きないかな。フラグを立てないでくれ。ということで今回はこの辺りで終わります。あなた様の高評価、チャンネル登録が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、せーの、バイバイだわ。